ヒルターアーム・トイトブルガーバルトは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先州、オスナブリュック軍南部の町村である。ヒルターはトイトブルクの森の西に位置する。最高地点は、長域南東のホーンアンゲルである。1910年に、ゼッペリン l z 七号、ドイツラントが墜落したリムベルクは、その一部がヒルターの長域にあたる。年から年まで、 リムベルクのヒルターベルク炭鉱で石炭の採掘が行われていた。ヒルターは、北はゲオルクスマリーエンヒュッテおよびビッセンドルフ、東はメレー、南はディッセンアムトイトブルガーバルト、バートローテンフェルでおよびバートラーエル、西はバートイーブルクと境を接している。この町の地区と人口は以下の通りである。人口は2011年6月20日現在の数値である。 ボルクロウ集落は1068年に初めて文献に記録されている。ヒルターが初めて記録されたのは1144年である。1937年4月1日にナトルプヒルターがヒルターに合併した。1970年7月1日、それまで独立した自治体であったアレンドルフ、ボル、クロウイコールベレンドルフ、エッペンドルフ、エッペンドルフ、 ウプヘーフェンが合併してボルクロウが成立した。ボルクロウは1972年7月1日にハンケンベルギーと共にヒルターアムトイトブルガーバルトに合併した。地名については様々な解釈がなされている。ある説ではヒルターという地名に含まれる語尾のテルに着目している。これは樹木やヤブの根のある場所を指している。個々のヘルデリーは ライラックの木がある村を意味している。しかし別の説もある。前半は、ヒルイコールヘルイコールバーヘ、後半のテレは、緑の木である。この説に従えば、ヒルターは、緑に覆われた高台の森にある村を意味することになる。以下の表は、各年の12月31日時点での地域における人口を示している。数値は、1987年5月25日の、 人口調査結果に基づくニーダーザック選州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は1974年以降の地域にあたる地域の人口調査の結果である。ヒルターの町役場ヒルターの町議会は24議席で構成されている。これに町長が投票権を有する議長として加わる。 MSC オスナブリュックは毎年8月に、ヒルター・ボルクローのウプヘーフェナーベルクで、オス・アンブリュッカー・ベルク連年を開催している。毎年復活最後の2週間、ブラス・オーケストラ・ボルクローの春のコンサートが行われる。2年に一度き数年の10月に、オッカー・マルクトが開催される。この時には街を貫く通りが遮断され、歩行者専用地域にされる。ヒルター消防団をはじめとする。 ローカルグループの他に男性合唱団や全国的に知られているトイフェルスカルテットが参加する。バルターラウ食品18世紀の初め、石炭の採掘がヒルターの最も重要な収入源であった。石炭採掘はオスナブリュック司教領主エルンスト・アグスト2世によって奨励された。この他にヒルターではヒルター・オッカーが拡充された。1903年、 この町の農場主の館を購入したバルターラウはバルターラウ食品を設立した。この食品会社は2008年2月にアメリカのブンゲコンツェルンに買収された。農業はヒルターで常に重要な役割を担っている。町の総面積の56.3%が農業用地である。ベレンドルフ駅に停車中のハラービレムヒルターは 町内を南北に貫く連邦アウトバーン A33 号線経由で広域道路網に接続している。この他に連邦道 B68 号線が町内を通っている。鉄道オスナブリックビーレフェルト線にヒルター駅とベレンドルフ駅があり、1時間間隔でレギュオナルバーン、ハラービレム RB75 が運行している。ハイカーには大変貴重なハンケンベルゲー駅も存在する。 この駅はトイートブルクの森のおねじょうにあり、ドイツ北西部では最も高い場所に位置する駅である。この近郊公共旅客鉄道は、ノルトベストバーンによりタレントの機動車を使って運行されている。地域バスは、ヒルターとディッセン、バートローテンフェルで、ゲオルクスマリーエンヒュって、オスナブルックとを結んでいる。オスナブルック郡内のバス交通には、 オスナブルック交通会社の運賃が適用される。ハラービレムには、ボスプラスの連盟運賃、ビーレフェルト方面へは、アウル交通、GMBH のデアゼクサー連盟の越境運賃が適用される。ありがとうございます。